こんにちは、うさレジンです。いつも動画を見に来てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画はネイルの転写フィルムを使用してパーツを作って、オーロラに輝くアクセサリーを作っていこうと思います。最後まで見てくださると嬉しいです。また最後には本日のラッキーカラーもお伝えしていきますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。はい、今回使用するモールドはパーツクラブさんのモールドを使用していきます。そして着色剤は宝石の雫の藤色と翡翠を使用していきます。でレジン液はこちらはAmazonさんで購入したレジン液を使っていこうと思いますが、こちら初めて使用するので使用感などもお伝えしていけたらなと思っておりますので、よかったら最後まで見てください。はい、こちらのレジン液なんですけれども、思ったよりも粘度が高くて、粘度が高粘度とか中粘度とか低粘度とかの記載が説明欄にはなかったので、おそらく低粘度だろうと勝手に過信して購入してしまいましたが、こちらは高粘度でした。ぷっくり盛るタイプのレジン液でしたので、ちょっと今回途中でレジン液を変えようかなとも思ったんですけど、初めてのレジン液のレビューも兼ねてと思いまして、あえてこのまま作らせていただいております。で、着色剤を混ぜてみたんですけれども、かなりドロッとした感じに途中になるんですね。で、全て綺麗に混ざると一旦なだらかになるんですけれども、混ぜている途中はゼリー状に固まります。レジン液と着色剤の相性の問題だと思います。結構重たいレジンなので、高粘度を使用するときに重宝されるレジン液だと思いました。結構もったりしているのが画面からも伝わるかと思います。でエンボスヒーターで気泡もやっぱり着色剤を混ぜてしまうときに気泡がたくさん入るんですけれども、低粘度のものですとエンボスヒーターですぐ気泡は飛んでってくれるんですけれども、やっぱり高粘度のレジン液に関してはなかなか気泡が弾けて飛んでいかないので、今回気泡多めに仕上がってしまいました。エンボスヒーターをかけるとこのようにちょっと一旦サラサラはするんですけれども、すぐ硬いレジン、高粘度のレジンに戻ってしまうので扱いづらかったです。作り方は以前ですね、結構前なんですけれども限りなくシリーズの作り方で作成をしております。こちらのモールドに対してレジン液が足りなかったので、レジン液と着色剤それぞれ少しずつ足していきます。Amazonさんでたくさんレジン液置いてありますよね。可愛いパッケージのものがやはり目がいってしまうので、でも今回こちらで勉強になったので、ちゃんと低粘度と書かれているものだったりレビューもしっかり見てから購入しようかなと思いました。でも、もうレジンのストックがたくさんあるので当分はもう新しいレジン液は登場しないとは思うんですけれども、やっぱり気になるレジン液はどうしても次から次へと出てくるので、発売たくさんされますよね、新しいレジン液なので気になってしまうので、はい、
どうしても気になったものだけ厳選してレビューを見て、で皆さんにお伝えできたらなと思っております。最近エンボスヒーターをこう当てるときに近くに当てすぎてレジン液にエンボスヒーターの機械がくっついてる時があるんですよね。気をつけねば。はい、本日も喉は絶不調です。申し訳ありません、聞き取りづらかったら。こちらの宝石の雫の藤色とても綺麗なんですよね。好みのカラーです。本当に低粘土で作ればよかったなって後悔しながら今こちら作っております。やはり限りなくシリーズを作るには低粘土のレジン液が一番適してると思うんですね。高粘土だとこう広がってもくれないですし、何より気泡がたくさん入ってしまうことがデメリットだと思います。エンボスヒーターはやっぱりいくらかけても奥に入ってしまったその小さな気泡っていうのは上がってきてくれないので、はい、今回ちょっと高粘土で作っているんですが、これちょっとエンボスヒーター当てた後なんですけれども、この直後はこのようにサラサラしているんですが、もうすぐに硬くなってきてしまいます。はい、一度硬化していきます。そうしましたら2色目を今度流していきます。もう高粘土ってあまりもう使わなくなってしまったので、扱い方っていうのが全然慣れていないので、ちょっとお見苦しかったら申し訳ありません。翡翠のカラーと藤色のカラーの組み合わせがすごく良くて、動画にはしてこなかったんですけれども、個人的にはお外でちょっと今カラスがカーカー鳴いてるんですけど、すみません、お外ずっとカラスに静かにしてとは言えないのでね、はい、ちょっとご了承ください。何でしたっけ、あ、カーカー鳴いてますね。すみません、ちょっと一回カラスちゃん黙ってもらって、はい、で、そうなんですよ、翡翠のカラーとこの藤色のカラーっていう組み合わせは何度もパーツを作ってきているのですごい気に入っております。皆さん宝石の雫のくすみ系カラーでしたっけ、新しい着色剤、こちらお使いですか？すごくどの色も組み合わせても綺麗に仕上がるので、たくさん作ってみてください。はい、硬化していきます。で、モールドの縁いっぱいまでこちらレジン液を流していきます。カラスちゃんってなんであれなんでしょうね、別にゴミの日とかじゃないんですけど、カーカーって泣いてて喋ってるんですよね。もちろんなんか合図なんでしょうかね。この辺にいるのなんか一匹大きなカラスがいて、ボス的な存在なんでしょうね。なんか集まってきてるんですよね。はい、エンボスヒーターを一応当ててるんですけど、やっぱ下に溜まってしまってる小さな気泡っていうのはどうしても上がってきてくれないので、高粘土でこのようなパーツを作るのは避けていった方がいいのかなと思いました。大きい気泡は、上がってきてはくれるんですけど、なかなか潰れなかったりとか、ちょっと慣れていないレジン液ですね。で、ここからはこちらのオーロラの転写フィルムですね、ネイル用のオーロラ転写フィルムを上にかぶせてまた硬化していこうかなと思います。
で、こちらのレジン液、高加熱が出てしまうので、こちら このかぶせて硬化させるとシワシワになってしまいます。なので、こういうフィルムを使う時も低粘度で、あとはですね、あまり硬化熱が出ないものを使用するとうまく転写されると思います。一箇所気泡が入ってしまいました。これも多分低粘度だとすぐ取れるんですけど、高粘度のものはなかなか気泡一度入ってしまうとこういうフィルムって抜けないので、皆さんも気をつけて使ってみてください。で、このようにシワシワに高加熱で仕上がってくるんですが、転写は思いのほか綺麗にできたと思います。とても綺麗なパーツに仕上がりました。で、周りのこの出てしまったバリはハサミでチョキチョキと取って、手でも取れるんですけれども、こういった小さなハサミ、切れるハサミでしたらより綺麗にカットができるので試してみてください。ハサミでカットしていきます。今度はピーポーさんが来てしまいました。すみません、なんかいろいろと今日は忙しいですね。カラスちゃんとかピーポーさんとか、しょうがないですよね。生活している上では仕方のない音なので、はい、パーツが仕上がりました。とても綺麗にできたんですけど、やっぱり気泡がたくさん入ってしまったことにちょっと残念だなって思っております。色味と、あとはこのフィルムを貼ったことによってこの7色に光ってくれるので、パーツはうまくできました。できましたというか、まあ色味ですね、色味は良かったと思います。で、今回このリボンのですね、チャームをこちら取り付けていこうと思います。実は私すごい不器用でして、やっぱり練習を重ねてやっと作れるっていう感じなので、レジンを始める前にいろいろ調べたり練習したりっていうことをして配信に至りました。本当に不器用なんですよね。何をするにも全てにおいて不器用なんですね。占いをしていただいた時も、あなたは不器用の星に生まれていると言われてきました。なので器用ではありません。ピアス金具にしようか、イヤリング金具をつけようか、とても迷っているので、一度ここで丸カンを閉じてしまいますが、すみません、後ほどイヤリング金具を取り付けます。今後のこちら動画の内容なんですけれども、皆さんどういったものが見たいですかね。やっぱり今までのように簡単に誰でも作れて、かつ綺麗に見えるというアクセサリーか、もしくはもうちょっと高度難しいものも見てみたいなっていう方もおられる、中にはおられると思うので、コメント欄などでご意見など聞かせていただけるとありがたいです。300本以上ちょっと動画を上げてきているので、どのような方向性でいこうかなっていうのもすごく今考えているところなので、皆さんの意見を参考にさせていただけたらなって思っております。なかなか全てにリクエストにお答えするということはできないんですけれども、あ、これなら自分ができるなっていうものは動画で配信していこうと思っております。3ミリのこちら丸カン取り付けるのって結構難しくないですか？まあ慣れてないのもあるんでしょうけど、はい、ちょっと
こんな感じで仕上がりました。で、一応台紙につけてみたんですけれども、角度によってこのようにオーロラに輝いてくれるので、うまくできたんではないでしょうか。綺麗ですよね。ただちょっと気泡が入ってしまったのはとても残念です。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、着画も用意させていただきました。綺麗ですよね。はい、とても色味は綺麗に出てくれてよかったと思います。はい、それでは本日のラッキーカラーを見ていこうと思います。こちらカラーカードから1枚ですね、皆さんに選んでお伝えしていこうと思います。こちらのカードとても大きくて、私の手が小さすぎるんだと思うんですね。こちらのカードをね、使われてる方はみんなシャッフルがすごく上手なので、シャッフルの仕方の練習もしていかないとですね。で、私は7枚目のカードを皆様にお伝えしていこうと思います。4、5、6で6枚は置いといて、7枚目のカードをオープンしていこうと思います。はい、こちらが本日のラッキーカラーとなります。アジュールというカラーですね。こちらは空色というカラーになります。で、ラッキーナンバーは36となります。それでは解説ですね、読ませていただきます。アジュールはオーラを浄化し、神聖さとのつながりを強めます。あなたを内なる真実の発見へと導き、人生において重要な選択をする助けとなってくれるでしょう。アジュール色の光に体を浸して、ネガティブで重苦しいエネルギーから自分を守り、あなたの中心を見つけましょう、という素晴らしいメッセージが届きました。アジュール色というのは青空の色ですね。晴れてすっきりした曇りのない、光の色ですね、を散らさしているそうです。あなたの中心を見つけましょうというのは本心ですね、心の中を、本心を見つけましょうという素敵なメッセージでした。また36という数字は物質的に恵まれるという数字なので、参考にしていただけたら嬉しいです。それでは今日も一日、皆様にとって素敵な一日でありますように心から願っております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。